こんにちは、吉谷さん。メッセージお疲れ様でございます。うん、大和くん一緒に釣ろうか。やっぱりね、ビジネスが難しいとか簡単って理論もありますけども、今の私に言わせれば、じゃあ年間で1000万稼ぐのと、どっかの会社の面接を受けるのと、どっちが簡単かというと、もう明らかですよね。どっかの会社の面接を受ける前に、いろんな会社を検討しなくちゃいけないじゃないですか。その時点でもう私は精神力が持ちそうにありません。で、仮に面接にこぎつけても、まともな面接私ができるかどうか分かりませんね。きっとなんか悪態の一つもついて終わりでしょうね、きっとね。だからどっちが簡単かというと、私はね、もう今相対的に自分でビジネスを動かす方が簡単だなと思ってます。うん、だからこれはね、人によって違うんですよ。自分でビジネスで売り上げが出利益を取るよりも、集客するよりも、どっかの会社に入社する方法を選ぶ方もいると思います。まあ、私に言わせれば、時代の流れに合わせて収入って変えるべきなんで、誰かに頼んで、なんかお金をもらう、いわゆる給料をもらうっていうのは、ちょっとね、前時代的なんじゃないかなと思うんですよ。で、その時代に取り残された人がたくさんいるから、過当競争が起きてると思いますけども、ビジネスの世界に挑戦した人はまだね、楽なんじゃないかなと思います。勝手に自分の思いのままに市場からお金を取り出せるって仕組みですからね。で、人が困ったことを解決するってことは、別に入社しても自分で、ビジネスやっても一緒なんですよ。誰か困ってる人を見つけて、その困ってる人に問題解決を提供して、そして問題解決をしたら対価をいただく。これは別にね、会社員であろうともアルバイトであろうとも社長であろうとも同じですからね。まあ、ここが多分損失だと思うんですね。まあ、そしてペイペイ祭りすごかったですね。いや、はっきり言ってね、このペイペイ祭り、スーパーペイペイ祭りですか、この時に全く商品買わなかったら、多分ね、もうそれがもう時代に取り残されてるってことじゃないかなと思うんですよ。もちろん必要なものがなければいいですよ。でも私昨日ね、ザイグルっていう、商品買ったんですけども、鉄板焼きをね、これ 49% バックなんですよ。なんだこれやと思いますよね。今までザイグルって、まあ安くても2万5000円とかね、まあことによっては3万円ぐらいしてたんで、とてもじゃないけど買えないやと思ったんですけども、私の決済金額も1万8000円ですからね。いや、それでバックも来るわけでしょ。なんじゃこりゃと。だから転売する人とかは上手に使ったらよかったんじゃないかなと思いますし、で、まあ仮にペイペイってのがね、どういうメリットがそれだけ割引いてあるかっていうと、例えば私が100万円ペイペイで買うじゃないですか。で、ペイペイバックが 10% あるとしますよね。バックされた10万円のペイペイって絶対まだペイペイで買えますよね。ってことは、結局はいつかはそのペイペイを使ってるグループに、まあ消費して消えるんですよ。なんか他に逃れないんですよね、ペイペイってのが。そう考えると、ソフトバンクの戦略すごいなと思うのと、あとペイペイにこれからどんどん参加して日本円を凌駕する可能性もありますよね。っていうのが、例えばソフトバンクが、孫さんのグループがね、お金に困ったらペイペイを10兆円発行とか別にすればいいわけなんですよ。そうすると10兆円という資産の余剰が生まれて、もちろん10兆円はどっかでね、返さなければいけませんけども、でも10兆円のペイペイポイントがいきなり全員が決済してくれっていうことはないと思うんですよね。そうなると完全に銀行 の準備金制度みたいな感じで、現金を発行したペイペイの 1% を残しておけば、あとは何やってもいいよみたいな、どんだけ発行してもいいよみたいなね、こんなね、まさに国債みたいな状態になるわけですよ。そしたらもう完全無敵で銀行も不要になってきますよね。すごいなと思いますよね。で、しかもペイペイで資産運用もしてるわけですよ。私もね、資産運用ちょっとしてるんですけども、これすごいですよ。放置でなんか毎週ね、何百円とか入ってくるんですよ。となるとですよ、例えば100万円の資産運用をお願いしといて、年利 2% とか 3% だとしたら、私は毎年100万円を預けてる限り、100万ペイペイ預けてる限り、その100万円の2万と3万ずっと受け取れるんですよね、100万下ろさない限り。ってことは、毎年毎年97、8万円の含み損を抱えておきながら受け取りをずっと入れるってことですよね。だから、その運営側としては何ですか、2万か3万円を年間で払えば100万円がずっと予託されるわけですから、含み益を毎年90万以上こう得てることになりますよね。で、その人数が増えていけば、これ無限にお金生まれるんですよ。もう完全に日本円のいらない世界で、まあ、ペイペイで回していけると。しかも私ね、すごく感慨深いのは山田くんね、この形っていうのはかつてのライブドアがもうやろうとしたことなんですよ。で、そこで妨害にあって、ライブドアオートまでね、中古車まで入れて、いよいよ大きな金額動かすぞって時に、まあ、例の事件があっておじゃんになったと。要するにライブドアポイントで日本円の代わりをするために、あらゆる企業と M&A してたっていうふうに語ってましたからね、M&A 中に。今それがまさにね、孫さんがやっているってことなんじゃないかなと思いますね。すごいですね。
これすごい。なんかお金の勉強っていうのはこういうことなんだろうなと思います。で、もう一回言いますけども、昨日ペイペイスーパーペイペイ祭りで買い物しなかったっていうのがもうすでにもうお金の感覚とかどうやったらその仕組みとか時代に乗れるかっていうところの分かる目でしょうね。で、相当私もペイペイ使い込んでますけども、昨日は相当な使い込みですよね、吉田さんね。まあ必要ないんじゃないかみたいなもんで買う勢いで、私も最後にね水まで買いましたよ。イロハスまで、イロハスまで買い込んで、もうまたペイペイのバッグが来ますから、バッグされたペイペイでまた買うみたいな。はっきり言って消費税が 20% になってもへっちゃらみたいです、このペイペイさえあれば。まあ、そういう感覚がね、ある人と、まあ、ない人といるのかなっていうところで、私はそういう感覚があるので、これからも知らせ続けて多くの方にね、お得な歩き方をちょっと提供していきたいなと思っているところでございます。いってらっしゃい。